さんこんにちは。こんにちは。ママです。パパです。はい。おじいです。後ろにもいますが、今日はパポとマモの質問コーナー第2弾をやります。はい。2時間前にインスタで質問コーナー募集をさせていただきまして、864件。現段階で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その中で2日選んだのでお答えしていきます。じゃれん。朝お弁当を作るのに、早起きしないといけないのですが、前の日遅くまで仕事があったりして早起きができません。ママさんはどうしたら早く起きれるようになりましたか？早起きのコツがあったら教えてほしいです。最近あれだよね、パパが起こしてくれる。そうだから一人じゃなくて二人で協力すればいいんじゃないかな。私が4時40分に1回かけて、で4時50分にはもう絶対起きないと間に合わない。で、その4時50分の時間にパパがかけてるんだよ。俺で、同時になるよね。50分と、で、その後5時に。5時、そうそうそう。とにかく他人を巻き込んで。うん。一人で起きないこと。うん。今までデートしてきて楽しかった場所。鹿児島。ああ。一緒に旅行に。でしたとか。うん。あれぐらいかな、デート。ママさん、妊娠中トラブルありましたか？一人目、二人目はなかったけど。そうですね。チャピの時に病気になったよね。うん。ニッタは妊娠糖尿病になって入院したよね。銀くん生まれる前ママ入院したんだよ。だからパパがね、一人でね3人見てたの家で。懐かしい。将来子供たちが巣立っていった後2人だけになったら何をしたいですか？銀がさ、まだ6歳でしょ。20歳としてあと14年後ってことは、子連れじゃ行きづらいところとか行きたいけどな。ヨーロッパ方面とか。あーいいね。あのクルージングやってみたい。あーいいね。船の旅、日本の中でもいいからね。うん。離婚の危機ってありましたか？またそれをどうやって乗り越えましたか？これ結構多かった質問。離婚の危機はないと思う。多分 離婚の話をしたことはないよね。ない。逆に大変だと思う。離婚を考えるとしたら、うん、選択肢にないな、俺は。パポさん、マモさん、お互いに今まで一番許せなかった喧嘩はありますか？なんか私、一回すっごいムカついたことあるんだよね。でもその内容が思い出せない。実は傷ついたことはあったな。1年ぐらい前かな、わかんないけど。なんかママの なんか虫の居所が悪かったんでしょうね。一緒にご飯食べてたら、口から出る言葉出ることが罵声だったの、俺。もうちょっと耐えらんないと思って、あっちでご飯食べるねって言って離れてご飯食ったことはある。え、ほんと？うん、まあ、いいんじゃないんでしょう。かわいそう。かんちゃんはなんであんなに勉強好きに育ったのか分かることはありますか？いや、俺ね、4年生か5年生の頃に頭はね、回転は良かったから頭いいねとかは言ってたんだけど、それをね、彼女はやっぱ信じ込んだのが強いと思う。果たして頭いいんだって、絶対必要だと思うんだよ。で、信じ込んで自分を信じて、果たして勉強得意だから勉強好きなんだっていうのが高じて、それがずっといい方向に向かっていったんじゃないかな。あんちゃんね、昔からなんか分からないこととか、これ気になるなっていうのがあったら、それをなんかずっと聞いたりとか、分かるまで調べ上げたりとかしてたよね。しつこかったね。うん、しつこいから勉強にはそのちょっとしつこさがいるのかもしれないね。あんちゃんはとても勉強熱心ですが、4人の中で勉強好きな順、成績がいい順つけるとしたら、勉強好きな順は？勉強好きな順は下から、アキラ、銀太、アサヒ、カンタ。でも銀ね、結構真面目だよ。ああ、確かに。銀ね、最初の日、チャレンジ、1年生から始めて、最初の何日かね、チャレンジやりなよって言ったら、もうそれからね、全然言わなくて、自分から必ずやるから。ああ、素晴らしい。あれ、朝全然言ってないの、チャレンジしてさ。自分でね、チャレンジ出してするもんね、銀。うん。チャピはね、ほんと習慣づくまでに相当かかったの。好きあらば、サボろうが好き。そう、iPad を先につけたりとかね。でも銀は違う。意外と真面目。お子様は反抗期ありますか？反抗期どんな風にお子様に関わられてますか？こんな時はもうバチバチにぶつかって、ガンガン喧嘩したけど、うん、一
たいこと言って、うん、でもアキラの時はもうほたってる。反抗期がない子はいるのかな。うちの子は多分今のところ2人とも中2でピークが来て、だからアキちゃんは今も反抗期真っ只中でカンちゃんはちょっと乗り越えて今穏やかだよね。すごくカンナは変わった。そう、やっぱ反抗期続くものではないのかもしれない。うん、個人差は絶対終わるものだし。でもなんか一人がさ、一人目がそうやってもう乗り越えたから、うん、なんかアキちゃんももうその時期が来ればなんかまた落ち着いてくれるかなっていうのがあって、カンちゃんの時ほどこっちも向きになってないところもあるよね。うん、毎日欠かさず動画見させていただいております。ありがとうございます。今まで2回お会いしたことがあり、お話しして写真まで撮っていただきありがとうございました。すごい、2回も、お写真を撮る際にパポさんとマモさんともお写真を撮りたかったんですが、一緒に撮らせていただくことは可能でしょうか。もちろんですおじさんおばさんでよければ声かけてください。意外と言ってくれるよね。うん、結構パポさんとマモさんお友達も入ってくださいって言ってみんなで撮ることあるので、うん、ぜひお気軽に大好きな夫婦です。ここだけは直してほしいなんてところはありますか。いや、どうだろう。俺の場合は直さなきゃいけない箇所って俺の方が多いと思うから言えない。私が編集してるドアが、編集してる部屋があってそこをね、突然ガチャって開ける。ノックも何もなしに足音とかもせずガチャって開けてビクってなって、でそのドアを必ず開け放して出ていくすごい毎回何と思ってまた締めに行ってそれを直してほしいです。すいません。4人の中で一番自分たちの血を受け継いでると思うのは誰ですか。もうママは決まってます。マキポ。パパの血が一番濃いのは、でも最近ねカンちゃんと似てるんだよねパパじゃんって。カンちゃん絶対認めたくないし嫌だろうけど、だからスペック的に本当に俺の上位互換だ4人子供がいて良かったなと思うことはありますか。バランスがすごくいいし、うん、上2人と下2人の年の差が一緒だからめちゃめちゃ遊ぶし、うん、これ3人だったらあちょっと寂しかったかなって思うね。4人を叱る担当などなんとなく決めていることはありますか。ぶち切れるのパパがいない時みんなで真似して遊んでるんです実はすごい。みんなでパパの真似をして、パパが切れた時の真似でカンちゃんがそれ見て笑ってるいつか機会があれば動画で。あ、いいね、面白そう。うちの子も YouTuber になるって言うてるんですが、正直カメラなどにどれくらいお金使わりましたか。どれくらい使われましたか。私は知りません。多分ドン引きするよみんなドン引きするぐらいの金額。私も知らない金額だと思う。多分最初は年末調整でもらった3万円でハンディカムみたいなやつを買った。今だったら 4,5 万であるんじゃないかな。今でも iPhone が相当綺麗だし、そうだね、音声もいいから、なんか iPhone だけでやってる人も多いよね。多い多い。うちも最近ね iPhone 使ってるんだよね。そしたらなんかカメラの画質が綺麗って言われて、なんか複雑だった。 iPhone でいいのかなと思って。 iPhone 綺麗綺麗だもんね、うん、お金の管理はどちらがされてますか。ご夫婦やお子さんたちのお小遣いも知りたいです。会社のお金のやりくりは ある程度僕がやらせてもらってて、うん、でも大体家計はパパが出してるから、俺の口座から全部引かれてる。そう、パパのからほぼ私の方は食費とかその習い事とかを出してるぐらい。小遣い、夫婦のお小遣いは結婚当初はタバコ代だったよね。うん、1万円多分渡してたと。そう、その1万円もギリギリのね。私だってお小遣いなかったもんゼロで、子供のお小遣いはねうち上げてないんだよね。前そのやっぱり上げた方がいいんじゃないかって言って決めて渡したけど、どっから自分のお小遣いで払うものか区別がつけづらい今、うん、だからさ、当初買うからって言ったらもうほらお小遣いからじゃなくて俺らが渡すでしょ、うん、で文具とかもね、そう文具買うからって、そのお釣りを奴らはくすねていきよるけどそれがお小遣いだよねもうねあまり管理できてないね、お小遣いは。そこはちょっといけない、いけないね。あまり参考にしない方がいいかもしれないマモとパポの結婚式の時どんなことをしましたか。ママたちはレストランウェディングだったので結構カジュアルな感じ。
ったよね、うん、指輪交換する前に注視を恥ずかしい失敗をしました順番間違った順番間違ったいつも楽しく拝見してます。カンキやサギンはたくさん習い事をしてきてると思いますが、させててよかったって習い事はありますか？水泳と塾かな。ダンスも良かったね。ダンスもやっぱね、うん、失敗したっていうのがアキラのピアノほんと失敗あれなんでピアノ習ったんだろうって。でピアノね、したいって言ったんだよね、アキちゃんが。習い始めたら本当に興味なくて4年ぐらい習ったでしょ。なのに全然弾きもしないし、ピアノ触りもしないし。それより2年間ぐらい習ったカンちゃんの方が今でもピアノ触って弾いたりとか。子供が習い事に行きたくないと言ったらなんて声かけをしていますか？うちは英語が嫌と言います。銀も英語嫌だっていうよね、銀くん。オンラインがいます。したくないならもうやめるって聞いてやめさせてない。あきぽも英語やめたいって言ってるけど、なんだろう、その本当にやりたくないことはやめてもいいけど、必要だって思ってる習い事はもう反強制みたいな。で本当に行きたくないんだったら、うん、もうやめさせるべきだと。次、お出かけする時の提案はパポさん、マモさん、いつも応援してます。これはママですね。ママが行きたいところにみんな強制で連れて行かれてる。旅行とかもママが勝手にもう一人で選んで、一応パパにここに行こうと思ってるけどって聞いて行ってるよね。海外もそうかな。 Vlog 動画は撮ってて楽しいですか？忙しいです。日本と同じ中2の娘がいます。学習の声かけってどうされてますか？結構苦労しています。言わなければしないし、言えば怒るし、難しいです。あ、言ったってしないしみたいな。ほんとそう、ほんとうちも同じ悩みですね。それ一緒ですね。中2だったらもうほんとその時期魔の時期。なんか自分で気づいてくれるようにちょっと違うところから話をしてみたりとか今してるけどね。本当に大変な時期の子供なんで、一緒に頑張っていきましょうしかないわ乗り越えるしかない、これは家族で。お互いのドジだなと思うところはどこですか？ iPhone の居場所が常に行方不明になってて、これドジっていうのかな。ご飯の時に皿があるで、ちょっと離れたものをこう取って、で普通だったらこうする、でもママはこうして、なんか慎重にしてって持って行った時にベチャッと口まで運べミッションみたいなやってんの。自分のやってみたい職業、やってみたかった職業を教えてほしいです。まあプロ野球選手とか。私あれになりたかった、ツアーコンダクターに一時期なりたかった。なんか外国にいっぱい行けるかなと思って。確かに。ママさんのスマホショルダーはどちらのですか？いつもお洋服を買いに行ってるところにあって、お手頃で1万いくらぐらい。ビオラ道路さんのです。なんかもういろんな色があるのこれ。ちょっと真っ赤も今ちょっとね狙ってる。可愛いなと。毎日家族で見てます。9歳娘と1歳息子のママです。1歳息子はいつも画面越しにアチャピにチューしてますだってアチャピ可愛い1歳。お家ではないところで目覚めて、丸々1日1人の時間になったら何をしますか？水上コテージとかで目覚めて、なんか1日ぼっと一日浮かんだりした。あ、俺あれラスベガスのカジノに行ってみたい。まるまる一日。まるまる一日博打したい。あ、これめちゃめちゃ多いから前も多分答えたと思うけど、カンキアチャ議員の名前の由来を教えてほしいです。そんなアキラアサヒはみんなねひらがなの。ママがひらがなだからパパがひらがなの名前がいいって言って名前の響きで決めました。うん、インはなんとかろうとかなんかそういうのはいいよねみたいな話をしとって、うんうん、そこからなんか流れ銀太郎って言ったの。誰 か, 太郎か誰かが銀太郎って言って銀太あ銀太いいねみたいな感じだったよね、うんうん、だから誰一人ね自覚とか調べてないしそうそうそう、本当になんかもうインスピレーションみたいな、これだみたいなので決めたからなんか、まあ、しっかりね考える方は考えてね、うん、いいと思うけど、こちらはもう本当にこれだって思った名前をつけてるだけでございます、はい、
いつも楽しく見てます。パパさんは家の中でも割と裸なんですか？動画で裸になると子供と爆笑させてもらってます。割とパンツ一丁だね。そう？あ、パンツじゃない、上着て下パンツ。そうそうそう、変ななんか格好でなんかペタ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 廊下歩いてる。あのね、言いたいことがあります。何ですか？テレフォンの時にあのね、パパね、お腹で隠れてました。もうあれはね、高齢だから、あれなんかやんなきゃいけない使命みたいなね。そうそうそう、無理、もう本当頑張って頑張って裸になってるから。編集が大変だから。パンちゃん、アキちゃんがお風呂に入っているとき、パポさんは洗面所には入室禁止ですか？普通に入ってる。一応声かけてるね。入るよーって。そう、洗面所とお風呂のドアがもう繋がってるから、入っていいみたいな、コンコンコンみたいなして、一回俺がガラッて開けたときに、観音のお尻がひょこってお風呂の中にヒュッて入って、あれ、お尻だけが見えたけどってシュッて入って慌てて入ったんだろうね。うわ、やばい。俺もたくさんね、ご質問いただいた中の一部でしたが、急なね、問いかけにもかかわらず、たくさんのね、たくさんご質問、皆様本当にありがとうございます。いっぱい答えたかったけど、皆様本当にありがとうございました。ステーキ、ありがとうございました。バイバイ。第3弾あるかわからないけど、楽しみに。ステーキ。子供の質問コーナーはまたお誕生日の時に恒例の質問コーナーするので、また質問ください。